晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2418人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子、三冠馬娘4番スペシャルウィーク2番人気を紹介しましょう。三冠馬娘9番東海帝王、注目の三冠馬娘5番ミスター CB、 3枠5番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気4番スペシャルウィーク7番北サンブラック、快調に飛ばしていきます。先頭は7番北サンブラック、単身で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。長丁場のこのレースですが、7番北サンブラック早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは14番北サンブラック。7番北サンブラック、14番北サンブラック、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。前から大きく開きました。間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。現在1番手は14番北サンブラック、7番北サンブラック追走。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、さらに14番北サンブラック、その後ろから7番北サンブラック、その後3、4馬身開いて15番東海帝王、その後ろから9番東海帝王、そして外目を突き出しては8番東海帝王、12番東海帝王並びかけてきた。少し後ろから17番スペシャルウィーク、さらには4番スペシャルウィーク、残り 1000m を通過。さらに外からシンボリクリスエス、内には6番スペシャルウィーク、2馬身離れてシンボリルドルフ、13番ミスター CB 追走。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。5番ミスター CB、 ここから仕掛けどころだ。ギリギリ詰める9番東海帝王、さあ外から先頭を伺うのは9番東海帝王。最終コーナー最初に立ち上がったのは9番東海帝王、残り400、内から仕掛けたのは4番スペシャルウィーク、並びかけてきたのは4番スペシャルウィーク、シンボリルドルフ先頭に変わった。200を通過、4番スペシャルウィーク、足色は衰えない、食い下がるシンボリルドルフ、4番スペシャルウィーク1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した4番スペシャルウィーク、見事に完勝。レースを制しました。2着はシンボリルドルフ、3着に入ったのは9番東海帝王。